行きます。はい、はい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 。おお、なんや遅いな。もうちょっと早くなれへんのかいな。こっちは急いどんねん、はい、この乗り物なんやこんな遅いの。はい、えらい遅いな。えらい遅い。電車か新幹線か分かれへんけど、あの、それでも100キロ出てるんですけども、ええこれ100キロです。あれ、はい、120キロ、はい、125キロ、120、130キロ、はい、これあの在来線のマックス超えましたもん。はい、あの特急サンダーバードを超えてます。どんどん上がっていくじゃないですか。はいはいはい、止まりませんよ、はい、この乗り物なんですか。これリニあの上海マグレブ リニアモーターカー。リニアモーターカー。はい、ということで、はい、いやそういうこと言ってる暇もなくて、あの本当に、はい、どんどん上がってますよ。はい、200キロ、今194キロ、6キロ、6キロ、はい、200キロいきますよ。はい、200キロ超えました。はい、確かにちょっと早い気がする。すごい、はい、早い、ちょっと早い気がする。何キロまで行くんですか。まあまあそれはあとあの、はい、430キロ、めっちゃ早い。これ新幹線よりちょっと早いぐらいですね。今世界でリニアモーターカーに乗れるのはここ上海のみということで、はい、営業しているレースはね、はい、そうですよ、はい、すごいな、はい、260キロ、もうすぐ270キロ、東海道新幹線です。これ、はい、東海道新幹線のマックス、まあ、新幹線レベルね。まだね、体感したことあるやつ、はい、あれあれもうなんかあれおかしい、はい、やばいですよ。はいはい、300キロ超えました。これであの山陽新幹線の一番速いところと台湾新幹線の最高時速を超えました。なんか揺れてるぞ。もう日本では体験できません、ここから先は。ちょっとだったら怖い、うん、ちょっと怖いぞ。で、あのこれね、まあいいや、はい、どうぞ。これだって浮いてるんでしょ。もちろん浮いてますよ。浮いてますよ、はい、なんかガクガクするの怖いね。やっぱあれはね、線路の上走るのとちょっとなんかこう体感が違うね。感覚がね、浮遊してる感じはありますね。お、まだ早なる。はい、やばい、おお、めっちゃ速い。開かないんかな、この感じ。ちょっと感じたことない、うん、ちょっとこう、斜め向いてるから怖い。なんだね、スピードで分からんかな。いや、分かるじゃないですか、めちゃめちゃ速いですよ。おお、早回し、ま、してきた。下の、あれ映したら分かりやすいじゃないですか、線路じゃなくて、この、はい、350キロ超えました、これで、中国の新幹線、中国の高速鉄道の最高時速超えました。ちょっと怖い、横揺れがめっちゃ怖い。はい、ここであのフランスの TGV の最高時速も超えてます。世界最速です。うわ、おお、やばいやばい、400いくんじゃないの、400いくんじゃないの、いった400いった。ここまで行くの、はい、400、今僕は400キロで立ってます。520突破しました。これ事故ったらコッパビジネスからね。これ線路から投げ出さって何百メートルぐらい飛んでいくんだろうね。うわー、やば、早い早い、430、はい、最高時速いきました、430です。これは速い、これは速い。高速道路ですよ、あれ高速道路がもう止まってる、遅すぎるぞ。うわ、最高時速、遅いな、ハイウェイ、ハイウェイって言葉やめてしまう。すごいな、これあの刹那機よりも速いですから。すごい、速いな。確かに飛行機みたいな音をしてる、こう言うてる、速いな。はい、減速始まりました。もう減速です。最高時速はね、1分間ぐらい。1分ないぐらい。移動距離は30キロなんですけど、30キロ7分間です。はい。すごいな。あの、減速とか加速も含めて7分間で、30キロの距離を移動してるんです。いや、いました今の。びっくりした。すれ違う。1秒なかったんじゃん。1秒なかったんじゃん。4両編成なんですけどね。びっくりした今。1秒なかった。5両編成、6両編成か、6両編成一番ない。ちょっと曲がる時の地やばいっすよね。やべやべ。ほら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 。満員電車とかって死者出ますね。怖いな。これはアトラクションって出て
た意味が分かりますね。はい、はい、アトラクションです。でも上海に住んでたら 毎回これ使えるんですよ。あの関空までね、あの難波からあのあれですか、あのラピート乗ってね、はい、あの感覚で。これ空港まで繋がってるんですか。我々今から空港行くんですよ。今から帰るんですよ。まあ言うたらあれですよね、難波からあの、ね、関空までの距離を言ったら10分ぐらいで行ける。あれだってあれ30キロぐらいですよ。だからあれが、あれを、あれが7分ですよ。難波から関空まで7分間。すごい、すごい、わかりますね。早すぎますね。我々いつも1時間ぐらいかけてます。そうですよ、1時間近くかかるでしょ。難波から関空7分ありえへんで。日本でもあの成田から海南まで繋げようって話はあるんですけど、なかなかそうもいかない。1兆円ぐらいかかるんじゃないかって言われてますけど、森田健作さんが作りたいって言ってますよね、一番の。すごいな。これはどこに向かってるんですかね。いや、上海プートン国際空港ですね。プートン国際、はい、プートンから、はい、いよいよ中国ツアーも終わりました。中華対中国大陸中華圏ツアー、アジアツアー、アジアツアー第4弾、いよいよ終了です。このまま日本まで走ってくれないですかね。このリニアモーターカー、はい、はい、いよいよアジアツアー最終、最後の最後です。明日から森田に回りませんか。はいはい、もう一回りしませんか。楽しすぎました。こいつを機材車にして、はいはいはい、大陸縦断でこれ機材車にできたら最高やな。うん、はい、どこにも止められへんけど。そうですね。確かに。そういうことで、はい、プートン国際空港でかいですね。またこれでかいな。これ同じ大きさが両サイドにあるんですよ。こっち側が第一ターミナルで、こっち側が第二ターミナル。はい、行きました。はい、マギさんともここでお別れですよ。はい、マギさんもお別れですよ。ありがとうございました。はい、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 ということで、ではでは、最後、それではまた次回お会いしましょう。アジアツアーフォース、ジャンキラツアー番外編でございました。アームユアタンでした。はい、じゃあ。はい、はい、はい。